個人タイトル4冠の古橋さん、世間に全く騒がれていない理由。なぜ？同じくセルティックの中村康介がスター扱いされてた国だからリーグレベルガーハ禁止。中村康介がセルティックにいたことはないが、ハーランドの上位互換みたいなもんか？いまいちよくわからん。監督はその手腕が評価されてプレミアリーグのビッグクラブに移籍すっとこだろうがズバ抜けてれば普通評価される。トッテナム古橋マジでありそう。ホビットの希望の星。多分純粋に顔だと思う。ポステコリーグレベルがね。言うて古橋セルティック移籍初期はかなりホルホルされてた気が。顔もまあ良くはないけど何より髪型があかんわ単発にしたらだいぶ印象変わると思うけど。リーグレベル以外ない。中村康介定期。多分古橋がポステコに引き抜かれてスパーズ行ったとしても人気出ないと思うんだよな。ジとどっちがレベル高いんや。同じセルティックからエスパニョールに移籍した俊介が活躍しなかったからみんな懐疑的なんやろ。でも古橋って J の頃から山頂より無双してたのにそれは無視されてるよな。プレミアとリーガで活躍してる未超特母がおるから格置き感がね2006年くらいやったら古橋と上田で大騒ぎやったやろうな。結局良いところから声かからなくてどこにも移籍しなさそう。リーグレベルおじさんが来るぞ。28歳4代経験なし。J2 レベルのリーグで個人タイトル総なめしたとこで何の意味があるんや。J1 でも途中で移籍しなきゃぶっちぎり得点王だったんだが古橋。せやから J2 レベルのリーグ行ってさらに無双しただけやろ。ポステコ見たらそんなこと言えんやろ。野球で例えるとどんなもんなんや。台湾のイチローや、森安アンチに過大評価されすぎてかわいそうではある少なくとも今のプレイスタイルじゃ日本代表じゃ使う場所がない。もう日本代表のフォーメーションは古橋ワントップか上田久保の2トップで良いよこの2パターン以外試す価値ない朝の前田はいらん。俊さん声とか正解じゃない。J リーグの得点王みたいな価値これはリーグレベルやね。中村はセルティックのレジェンド慣れたけど古橋はすぐ忘れられそう CL で万有に FK 決めた映像はことあるごとに使われるやろうし。俊さんは CL で結果出したのも大きいよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。